しげたみゆきみゆひめは、日本の印象評論家、印象行動学者、大学教授、インプレッショントレーナー、ティコタッカー、中国メジャーコルキーオピオニオンリーダー、AI みゆきマンモデルデータ人物、宮城観光 PR 大使、石巻観光大使、スマイルドネーションジップドネーション発案者、エムスノープロダクションズバイオレット所属、一般財団法人スマイル財団創設者、 モテ仕草の考案者としてもバラエティ番組などに出演。TikTok ではタレントクリエイターとして男と女を演じ分けるモテ仕草演技でも知られる。TikTok で考案したモテ仕草はカズフ本人の模倣をするスタイルでの投稿やパロディが急増し若年層を中心に流行となり TikTok のミームの主要コンテンツとして半年で8億回再生を超えるトレンドとなった。 中国の TikTok である、トートなどでも、カズフトの印象教育映像パロディが、中国国内でも、急激に広がり、一度投稿されると、数日で15万人がカズフトに突っ込み、コメントするほどの盛り上がりになっており、トート四天皇とも言われる。中国名は、ミウ、または、ミウ姫独教大学3年の時にキャビンアテンダントを目指すことを決意し、 独自の印象力アップトレーニングを始め、卒業後に、念願の JAL 国際線、キャビンアテンダントとなるが、病気で退職。一時は、専業主婦として、子育てをしながら暮らすが、夢を諦めずにグループ会社の JALWAYS に再就職。接客姿勢のレベルの高さから、年間接客 MVP である、グッドパフォーマンス賞を受賞する。この時に、 印象行動学の元となるトレーニングを体系化する。その後は、丸の内ホテルに勤務、マネジメントを担当した VIP ラウンジの売り上げを半年間で100倍に上げ、1年半で社長室室長に抜擢され、国品級の VIP ケアを担当。現在、日本初のインプレッショントレーナーとして、国内外で活躍。ありがとうございます。